キチャンネル、残念なご報告があります、はい。東京ヤクルトスワローズ、埼玉西武ライオンズ、今季終了でございます。消化ゲームに入ります。そんなお知らせ必要ですか？やっぱこれは里崎チャンネル恒例やん、やっぱり。まあまあそうですね、毎年ね、毎年ね、それはもう仕方ないよ、はい、正直ね。でももうチャンスない。あ、これヤクルトのユニフォームなんですけど、サイン入ってるよ。いや、そうなんです。じゃじゃーん、なんと古田さんのサイン入りです。この前ね、フジテレビ の、 あのプロ野球ニュースのゴルフコンペで、はい、その商品ね、はい、で古田さんが里崎チャンネルで来てほしいって言われて、はい、そうです。で今日来てきて、はい、そしたらあのヤクルトに消化ゲームのお知らせで来てる。いや、ちょっと違う動画で、ね、撮りたいって言ったんですよ。次ヤクルトの関連の動画があるときにじゃあ来ますって言って、次のやつこれだもん。そうだから今日持ってきて、うん、こうやって来て、よし、じゃあ今日ヤクルト編でこれ来ますって言って、じゃあこれ次来ようって言って今、うん、じゃあ撮るよって言ったらなんか西武のさ、うん、来てんねん、これ来て、うん、このお知らせの動画になっちゃったっていう、なんかね、これはもうでも仕方ないね、うん。じゃあまずでも、はい、夢欲しいやろ。うん、欲しいです。俺はもう本当は消化ゲームやと思うよ、はい。でもまずは西武から、うん、ね、データ弾き出して、はい、研究した結果、はい、ワンチャン A クラスいける可能性まだある。ある、残ってる、残ってる。じゃあまだ消化ゲームじゃないと。可能性はね、だからこの俺のデータを見て、うん、はい、これをクリアすればいけるんだけども、はい、それができるって思うならば、うん、まだ最悪クライマックス、優勝はちょっと無理です、はい、クライマックスシリーズのチャンスあります、うん、ね。でもこれが無理やって言ったらもうそれは無理です、はい、ね。だからそのデータで言えば、はい、今現状の順位で言えば、うん、西武はね、最下位、はい、96試合終わって29勝65敗です、うん、ね。で3位に 20.5 ゲーム差、はい、3位にね、うん、だから残り47試合あるんですよ、はい。でいろいろ計算した結果、うん、パリーグの現状3位日本ハムが貯金5ですと、はい、だからそれに準ずぐらいの成績を残せば、うん、まだワンチャン3位ありますよと、うん、ってなった時に、73勝66敗、はい、でいければ貯金が7になる。7、ね、貯金7あったら A クラスって感じはしますね。そう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 、うん、そしたら、はい、もういけるわけよ、はい。で、今29勝だから、うん、残り73勝をするためには、44勝、あと44勝すればいいと、うん、はい、が必要になってくるわけ、はい。でもちょっと待って、これ2引き分けになってるから、うん、こうだ、73勝68敗だ、セーブだ。そう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 、うん、だから、まあ、今日本は貯金5だから、はい、貯金5を目指していけば、うん、ワンチャン3位あるんちゃうかっていうところで、はい、73勝68敗、はい、で今2引き分け、うん、これを最後出せれば、はい、3位ワンチャン、ね、はい、で残り試合が、うん、あの47試合なので、うん、現状、29勝65敗、だから44勝3敗でいけば、うん、はい、あの73勝68敗になるね。44勝3敗、うん、チャンスあるまだ。44勝3敗で、うん、44勝3敗で3位 A クラスですか？ A クラスの可能性ですか？うん、勝率が、9割3分6厘。おー、あと残り3回しか負けられないんですか？うん、全部チャンスある。もう、まあ、なくはないよ、うん、だから、だからさっき言ってやん、はい、ね、俺が今出す数字を、はい、いけるって思えば、はい、消化ゲームじゃないし、はい、いけないと思ったら、はい、もう消化ゲームです。待って待って待って、44勝3敗って、うん、あと47試合残ってるんですよね、うん、これあとカードで言うと何カード残ってるんですか？うん、カードで言うと、うん、だから18、19ぐらい、19ぐらい、うん、19、20カードぐらいじゃん、2連戦もあるから、だからあと8、9、うん、はい、2ヶ月あるから、うんうん、あの約1ヶ月1回負けていいの。もう負け越し1回もほぼないですよ、もう。3回だからね、はい。でもこれをだからどう思うか、あとは半年次第だから、はい、これね、はい、西武の月別成績でいうと、はい、あの7月5勝15敗なんだよ、うん、で6月6勝15敗なんだよ、はい、残念なお知らせ的には、うん、あの勝率が松井稼頭央さんがいなくなってから、うん、どんどん下がっていってるんだよ、はい、そ
それはね、言わないでほしい感じですけどね。で、でもチーム打率は、うん、2割1分8厘で、はい、6月の1割8分3厘よりは若干上がりました、うん、でホームラン数は徐々に下がっていってます、はい、うん、で防御率も、どんどん悪くなっていってます、はい、現状チームがどんどん悪くなっていってます、うん、渡辺久信監督代行 GM は言ってました、うん、はい、ね、うん、山賊打線の時は、うん、ピッチャーが足りへん足りへん言われて、うん、それを補強して、うん、ピッチャー王国を作って、ね、野手の補強も別件、うん、ね、昼間とドラフト1位でしてると、うん、ただその育成が追いついてないだけで、はい、ね、ピッチャーを作り上げてきたんやと、うん、ね、って言ってました、はい、だから別に悪いわけじゃないって、うん、だからもう今じゃないってことですよね、きっと、いつですか。もうすぐわかんない、いつかじゃないですか、うん、まあ、若干苦しいね。しかもこのピッチャーも怪我人でバンバンいなくなっていってるからね、うん、竹内だけが頑張ってるから、はい、竹内えぐいよな、まだいっぱいとかじゃないですか、うん、しかも、うん、ここまで投げて4失点がワーストだから、はい、いやすごい、このチーム状況の中で7勝2敗よ、はい、防御率 1.55、 うん、で次は今井が4勝7敗、うん、で平とね、高橋光成が今1軍にいないっていうところ で、うん、で渡辺雄太が良くなってきたんだ、はい、うん、だから今の現状もピッチャーの若いのは、うん、もう渡辺雄太が良くなってきたよ、はい、ね、竹内いいや、うん、隅田もいいやみたいな、うん、若い選手たちのいいのがなんか未来に向けていいや、うん、ね、青山君も先発頑張っててね、はい、そうですね、うん、佐藤俊介ね、リリーフもね、はい、いい感じでなってきてるしよ、うん、ね、まあ、菅井がここからどこまで成長するかが ね、うん、でもまあまあいい感じや、はい、でも野手がね、うん、未来に向けて代表クラスになるような野手が正直おらんねん、うん、ってなったら、うん、やっぱこの足で特化していくのかとか、うん、ね、外国人に頼るのかっていうところで、うん、足もそんな特化してないね、うん、正直、はい、だからそこがやっぱこの野手もさ、ピッチャーに比べるといやこいつえぐいなっていうのがいないんだよね、うん、だからちょっときついよね。伊勢のラオウあそこで出てきてほしかったね。あんな無理、あんなもう無謀とアグレッシブ違うねんて。だまあここはね、まあ西武はまあやっぱこう引き続ききついからね、はい、ファンの皆さんも弱い時に応援するのがファンだから、うん、ね、ここは頑張っていきましょう、はい、ね、やっぱじゃあ次のドラフトってもうあれなんですかね、野手ガンガン来るのか、ちょっとどう出てくるのかね、これはまだね、やるから、そうそうそう、対策みたいなところも分析してやるからね、はい、分析しますから、はい、で続いてセリーグのヤクルト、はい、残念ながら消化ゲームです、はい、うん、でもヤクルト、いや、古田さん来ましたよ。ちょっとこの動画っていうのがあれですけど、ただじゃあ、でもあれする、じゃあ欲しい、いいデータ欲しい、欲しい欲しい、いや私的には今西武ってちょっともう5位と6位のゲーム差もすごかったじゃないですか、うん、セリーグはパリーグよりは離れてないなっていうイメージではあるんですよ、うん、だヤクルトもしかしたらワンチャン A クラスは私の中ではまだ計算見てないですけど、うん、あるんじゃないかなと思ってますよ。ワンチャンあると思って、うん、現状ヤクルトね、はい、39勝53敗、うん、4引き分け最下位、はい、5位中日に 1.5 ゲーム差、はい、一瞬5位になったけどな、中日が3連勝して、ね、はい、脱出で、4位 DeNA とは5ゲーム差、そこはちょっと離れてる、で3位阪神と、11ゲーム差、あーそっか、ちょっとそうですね、 DeNA もこうガガガガって連敗して、 A と B がちょっと離れましたもんね、うん、でもよ、はい、チャンスあんねん、まだ、いや、ありますよね、弾き出して、いや、あると思う、うん、あると思う、はい、ね、で現状3位阪神が、はい、貯金が8やね、はい、結構上が働いてて8って、はい、パリーグがね、うん、ハムが貯金5だったから、はい、8が3位だから、うん、って考えた時に最低でも7、8、9ぐらい持たなきゃいけないじゃん、うん、あとまあ上が落ちてきてくれないといけないですしね、うん、うん、ってなった時に、はい、残りヤクルトも47試合、はい、ね、そこじゃあ貯金7の場合、うん、73勝66敗、はい、で貯金7なのよ。ってなった時に残り34勝13敗です。あー結構辛いな。だから勝率、はい、7割2分3厘でいかなきゃいけないんで、
現状カープの勝率が5割6分2厘、はい、現状ソフトバンクの勝率が6割6分7厘、はい、あの強いホークスでも6割6分7厘、そっか、でも残り7割2分3厘34勝13敗、うん、っていうことは、はい、こう8月でしょ、はい、入ったばっかり、うん、8、9、約8、まあ、9週間、はい、で 1.5 敗です、1週間だから2週間で3回負けれます、はい、うん、2週間で4カードあるんで、はい、3カードは1回負けていいです、はい、でも1カードは全勝です、全勝、あ、なるほど、はいはい、だからまあ、あのもう今後、うん、負け越すカードは許されません、許されないですね、うん、もう1回負け越したら、うん、あともうほぼ3連勝していかないと、2週間で1回3連敗しちゃうと、うん、もしくは1回2敗になっちゃうと、はい、2カード全勝で1カード1回負けです、はい、うわきついな、そう考えると。これが3位ノルマです。うわ3位ノルマか、だからチャンスはあるよ、はい、うん、ノルマはね10連勝2回ぐらいしたら、ん、10連勝1回負け10連勝ぐらいでいったら、うん、そうそうそう、ちょっと楽になったら、それは全然チャンスあるよ、うん、しかも今ヤクルト投手陣で、うん、きついよな、そうですね、だもう本当に本当にワンチャンなくはないけどほぼないみたいな感じですねどういうことどういうこと、いやいや、その奇跡ってあるじゃないですかミラクルとか奇跡があるかもしれないじゃないですか、奇跡ね、だから、うん、そうそうそう、もう奇跡レベルのワンチャン、うん、まあそうだから、うん、この数字を見たときに、うん、ヤクルトファンの皆さんが、うん、いける2週間で3敗も負けていいんや、はい、って思ったらいけるよ、そうですね、うん、ちなみに、はい、防御率が7月 4.17 とすこぶる悪いね、はい、あ 4.13、うん、これ先発防御率になっては 6.10 だから、うん、これ尋常じゃないよ、うん、6点台は、うん、先発が勝てるわけないやん、うん、で基本塁打も18本とめちゃだから基本塁打神宮狭いからね、仕方ないけど、うん、はい、その分ホームランも打たなきゃいけないのに、ホームランもやっぱそこまで打ち切れてないんだよね、うん、失点87ダントツだからね、これ得点はどのぐらいなんですか、得点64、うん、最低、はい、まあ、7月はね、うん、あのオールスターもあって、はい、試合数がね少ないっていうのもあるけども、うん、ね、リリーフは何気に頑張ってるよな、まあ、打たれる時ありますけど、うん、2.08 で、まあ、何気に頑張ってるけども、うん、チーム防御率 4.13 やん、そうですね、あるよそこに、あ、本当だ、あ、私のものあったの、うん知らなかっためっちゃ飲み込んでましたよ、視野狭いね言ってこっからしか出てなかったありがとうございますへえ。だ苦しいよな、やっぱもう先発かな、うん、そうですね、でルーキーの西田君も出てけへんしな、うん、あ、そっか、やっぱり俺も来年ヤクルトドラフト1位誰行くか分かったわ、もうですか、分かったけど、それはドラフトの機会に、はい、でもまあもうきついな、はい、これもう昭和ゲームやろ、まあまあほぼほぼもうそうですね、起こるかもしれんけど、まあ、ミラクルはなくはないですけど、うん、俺はもうお世辞言わへんで、うん、事実だから、でも逆転のチャンスあるから、はい、西武に比べるとあるから、うん、西武とヤクルト残り試合一緒やね、はい、47試合、うん、で西武は44勝3敗、はい、ヤクルトは西武より10敗できるから、そうですね、10個も多く負けられるってことですよね、そう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 、うん、あと2ヶ月でね、はい、うん、まあ、そういったところでね、まあ、残念なお知らせがありますけども、はい、でもあの一つね、うん、切符ある、はい、切符を、あの里崎があの消化ゲームですとあの発表すると、はい、チームが勝ち出すっていう、あんの、そうなんですか、そうそうそう、へ、だから言ってほしいっていう人もいるんだ、はい、もう早く言ってくれと、うん、それが、うん、あのフラグになって勝ち出すっていうパターン、分岐剤になってくるようなね、そう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 、うん、だからそれをね、はい、期待してね、うん、応援していきましょう、はい、応援しましょう、はい。